元日2日と立て続けに発生しました能登半島地震および羽田の航空事故で亡くなられたり怪我をされたり被災されたりした方々にはですね、心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと存じます。年明けに起きた地震や航空機衝突事故の犠牲者の追悼から始まった今年の新年祝賀会、地元企業のトップなどおよそ1000人が集まりました。危機管理への対応が改めて重要性を増す中、企業のトップは、さまざまな事象に対応するべく、訓練、それからさまざまな方との、ね、情報共有等をですね、日頃からもうしっかりとやる、これがまあ基本なのかなというふうに思っています。まずはそこをですね、繰り返し何度もやっていきながらですね、安心安全な空港運用に努めていきたいというふうに思っております。想像力を膨らまして、何か有事があったときには何をなすべきかということを常日頃から組織としてもだし、社員一人一人が考えていく必要があると思います。動く力っていうのはやっぱり訓練がどうしても必要だと思うんですよね。日本航空さんそういった面では素晴らしい対応だったと思いますので、私どももあれに見習ってですね、日々の訓練、そういったことも積み重ねていかなければいけないなというのを痛感したところでございます。波乱の幕開けとなった2024年、企業のトップはどう望んでいくのでしょうか。しっかりと今年もきちんと電力の安定供給を続けて、低廉な電気料金、それから CO2 の少ない電気というのが九州の売りですので、それを続けていきたいと思っています。辰年ということで、登竜門と言われる通り、竜門をくぐって飛躍していく年にしたいと思っています。チャレンジし、とにかくチャレンジしていきたいなと思います。